はよ。すごい今の声、細い声でした。おはよう、おはよう、おはようございます。そう、1時間8時までやろうかなと思ったんだけど、始めたのが7時1分だったから、じゃあ8時1分にしようと思って、8時1分までするので、じゃあ7時56分になったら壇上読みさせてください。全部1分遅れで動いていきたいと思います。全然律儀とかじゃないけど、イベントかな。確かに、でももうちょっとでね、ビスさんのイベントに参加させていただくので、私はこのあと二度寝できないから、二度寝できないというか、ここをもう一回寝て、もう一回寝てっていうか、この8時1分以上やっちゃうとあれだから、確かに予行練習でいいや。予行練習としてさせてください。あと、なんだろう、今日あれじゃないですか、お話し会じゃないですか。で、私お話し会が6部から8部なんですね、多分。うん。で、6部から8部ってさ、結構遅い時間じゃん。だから皆さんはこの配信が終わった後二度寝をしても大丈夫だけど、私はしちゃいけないので。はい、皆さんゆっくり、この配信終わったらぜひ。私17歳最後が初日になるはずだったの。7月20日の私の思い出いっぱい公演の初日が17歳最後の前座だ、あ、前座じゃない、17歳最後の公演だったはずだったんだけど、2回代打に出たので。17歳最後が2回あった。その次の前座の時に17歳最後ですって、今度こそ17歳最後ですって言って、それで前座頑張りました。でその後にまた「ヤッホー17歳今度こそ最後です」って。2回来たっていう。はい。でその話をユーハさんと前して、今日19歳最後の公演ですって言っちゃったんだよねみたいな、どうしよう言っちゃったみたいな感じのことをユーハさんが言ってて、大丈夫です、私は17歳最後2回あったので全然大丈夫だと思いますって言って。そう、全然大丈夫ですって私は、なんだろう、言いました。ユーハさんに。そう、そう、歴史は繰り返すんだよ。本当になんかユーハさんがどうしようみたいな感じだったのね。今日19歳最後って言っちゃったけど21日があったみたいな感じで、ちょっと驚きながらっていう感じだったから、大丈夫ですって私が2回やりましたってそう言ったから、全然、確かにみんなそんな気にしないよね。確かに確かに。あとは何だろうか、そう、21日に思い出いっぱい公演にまた出させていただけたので、いただけたの、まだ未来のことなので他とは言えないけど、いただける予定なので、そこに
全力を注いでいきたいと思います。ゆうはさんと21日もご一緒させていただくし、なんといっても大江さんの生誕祭があって、その大江さんと初めての一緒に立てる公演かつ初めての生誕祭が大越さんで、なんかもうめっちゃ楽しみ私は。だからぜひ皆さん来てください。本当にそう、生誕なんです。大越ぽに確かに、でも私下ろして公演に出たい気持ちがあって、だから昼下ろして夜大越さんぽにやろうかなって考えてるけど、どうなんだろう。新しいポジションはちょっと今は覚えられるかなーって、覚えたい気持ちは本当にある。私は本当に公演に出るためなら何でもすると誓っているので急に新しいポジションを覚えてくださいって言われても全然覚えます。3日前とかでも。鳩の声が聞こえます。本当に21が楽しみで、あとね9月21ってなんだろう、すごい私からするとしっくりくる数字なのね。本当に9月21日っていう数字がなんかすごい誕生日っていうか、なんか日付としてしっくりくる日なんですよ私。3月21日と4月21日と7月21日と9月21とは、あと1月21かはなんかすごいしっくりくる数字で、私すごい好きなんですよね21日の日。でも2月21とかは別にしっくりは来ない。9月21っていう数字になんかすごい惹かれるものがある。なんだろう、誕生日っぽい数字じゃん9月21とか、あと3月21とか。そう、4月21もすごい誕生日っぽい数字だなって思った。すごい8の計算してくれてる。9-2+1 は確かに一番しっくりこない日、一番しっくりこない日はないけど別に。あ、でもうるう年とかちょっと覚えられない。全然覚えられない私。うるう年が2月28だっけ29だっけって毎回なる。なんか逆に2月27で終わってる気持ちでもあるぐらい全然本当に分かってない。うるう年なんかうるう年にさ生まれる方って意外と多いって聞くけどさ、結局どっちなんだっけ、28に誕生日がずれるのか3月1日に誕生日がずれるのか、どっちだったっけ。もしくは4年に1回だけの誕生日を迎えるのか。だから4年に1回しか年を取らないというか。28なんだ。そうだよね、2月生まれだから2月生まれだよね、そのまま。
4年に1回は2月で、それ以外は3月生まれっていう扱いはね、確かに、なんだろう、青と黄色って感じだから全然違うものだよね。やっぱり一番しっくりくるのは8月8日かな。なんだろう、自分が一番見慣れてる数字だから8月8日が一番かな。先に今日はね、朝アイロンかけてきたんです。もう準備してどこへでも羽ばたけるように。なんだろう、朝だから夢の話でもしますか。夢今日は夢見てないな。見てないっていうか、見てたかもしれないけど、そんなに覚えてない。なんだろう、でも夢の話するとしたら、夢、最近見た夢か。あ、そう、あの自分の目標とか将来の夢とか、そういう、なんだろう、未来を見据えた話じゃなくて、あの自分の寝てる時の夢の話です。この間のメールの、あー、いい話して、メールの方、メールを取っていらっしゃる方、前回メールで話した夢の話してもいい？いいよオッケー、じゃあ話しますね。あの、じゃあ知ってる方は、あのもう知ってる体で知ってる体で、あ、こういう、ここの解釈違ったなとか、あの授業を受けてるつもりで聞いてください。で、あの私がまず夢の中で見たのは、なんか池みたいな、池ではないんだけど湖みたいな、ちょっと広い池みたいな感じのところにある桟橋にまず立ってて、桟橋のしかも一番てっぺんの部分に立ってて、でそしたらアングルが上からになるんです。でそのアングルが上からになった時に、めっちゃもう自分の体よりも本当にでっかい鯉が、こういろんなね、色とりどりの錦鯉がこういっぱい泳いでるんですね。でなんか今占いかなみたいな、ちょっと泳いでて、でまた自分視点に変わります。で自分視点に変わった時に、自分視点に変わった時に、まずなんか、でもそんな記憶にないけど、横だった。桟橋にこうあって、自分がここにいるけど、魚はこっちからこう来てるから、あの横を向いてた。なんかもうとにかく食べられそうになってた、私が。はい、食べられそうになってたんですね。鯉とか、なんかエンゼルフィッシュがいてエンゼルフィッシュがこうドーンって来て、危ないって避けて、ドーンってまた鯉が来て、危ないって避けて、ドーンってみたいな。でそこまでの記憶しかないけど、鯉に食べられそうになるみたいな。そう、なんかね、すごい、なんだろう、鯉に食べられそうになってて、なんかでも金魚なのかな、金魚っぽかったかも、どっちかというと。本当になんか、とにかく桟橋のところにいて、で桟橋の
上からの景色をずっとこう見てた。鯉から食べられそうになってる。夢占い調べちゃうかも。確かに。でも鯉だからなんかいいことありそうじゃない？鯉だからさ、錦鯉だからさ、金魚なのかな、わかんないな。なんだろう、どっちなんだろう。でもとにかく赤とか白とか赤いのとか白いのとか金色のとかがいた記憶ですね。魚近くで見る、そうなんだよ、そうなんだよ。鯉とかね、近くで見ると意外と怖かったりするけどさ、でも全体で見たら可愛いから、なんかね、どっちも対人関係に気をつけて。対人関係か、別にそんななんか人と関わる感じじゃないかも私。錦鯉でもかわしてる、とにかくかわしてた。そう、本当にかわしてました。錦鯉の夢はいいこと多い。ああ、やっぱりなんか私もそうかなって思った。錦鯉、なんだろうな、サメとかより錦鯉が夢に出てきた方がなんかいいことありそうっていうか、これから先にいいことが起こりますって感じじゃない？でもこのメールを書いてる間にもう一つ夢出てきたんだけど、どういう夢だったかなって。大きさ、もう自分の体よりもめっちゃでっかかった。願望成就に期待できるやったーやったーわかんない、でも夢の世界だから自分でさ、こうどうにでも作ることできるよね。でもさ、なんだろう、身の回りの人が夢に出てくることが私あんまりないかも。あっても忘れてるだけかもしれないけど、すごくあるかって言われると全然ない。なんだろう、でも今日は深い眠りだったのかも、夢を覚えてないってこと。そう、でも夢、そうでも出てきたら出てくると思う、出てきたら出てくると思う。本当によく分かってない私。なんかどっちかというとそういう、なんだろう、映画にありそうな夢を見やすいかもしれない。なんだろう、他見た夢、他見た夢どういう系だったかな。あ、でもなんだろう、白い部屋に猫ちゃんがいて、で白い部屋がどこまでも続いてて、で床に猫ちゃんがいて、で自分がもうとにかく走る夢、追われてるとかじゃなくてとにかく走る夢、横には猫ちゃん、たくさんの猫ちゃん、とにかく走る、私が突っ切って、もうなんかこういう柄じゃなくて、柄がついてる部屋じゃなくて、もうとにかく真っ白、なんだろうな、なんか作り物の白って感じの、全然怖くなかった、とにかく走る夢見たことあります、見たことありますってか、あれ面白かったなと思います。でもトムがいたわけじゃない、なんかいろんな種類の猫ちゃんが一緒に走ってんの、なんかいろんな猫ちゃんがもうそこら辺にいて、あんまり猫にフォーカスしてなかったかも私。とにかく
いた記憶、いっぱいいたっていう記憶があって、とにかく私は前をずっと見て走ってた。白い部屋の夢もいい夢。あー、初見さんありがとう。なんかそういうさ、自分から言ってるからさ、そうそうそう、とにかく走る夢だった。追われてるとかじゃなくて、えー、白い部屋っていいんだ、やったー。あー、走る夢はストレスを感じてる可能性。いやでもそんな感じてないかもしれない、そんな感じてないかもっていうか、蛇の夢を見ると臨時収入がある。そうなんだ。今日好きな人が別の人と手をつないでいた夢を見た。どういう夢。でもそうやってさ、身近な人が夢に出てくる場合もあるってことだよね。へえ、白い部屋イコール次のステップへ進む暗示らしい。それはもう信じたくなるよね。全然私はあのどっちでもいいというか、あのその白い部屋の夢が悪いことだとしても、そうなんだで終わっちゃう。逆にいい夢、いいことにつながるよって言ったら、あ、じゃあこれからは楽しみにってなるし。そう、身近な人ほど本当に夢に出てこないと思う。でもさ、なんかなんだっけ、夢に出てくる人は絶対に会ったことある人みたいな。なんかわかる、好きな人な、何、好きな子はアザラシ、アザラシ。そう、私は本当に走る夢は努力が夢を身を結びつつあることも。あ、じゃあいいじゃん、え、めっちゃいいじゃん。なんかでも知ってる人が必ず、なんだっけ、知らない人って、知らない人が夢に出てきましたって言ったとしても、その人は絶対にこの世で一回は会ったことある人みたいな記憶あります。朝夢よく見る。でも小学校の時にあの坂を下ってる時に、あれ、これ夢で見たことあるっていうのを何回もやったことある。この坂を下ってる間に、なんか不思議の国のアリスを思い出して、でそこからティーカップのことを思い出して、あれ、これ夢で見たことあるっていうことを未だにあの思い出す。この時怖かったなって。え、そうなの、それ、それ。そう、デジャブ、デジャブ、ブブ、どっち、ブブブ。言えない。うに点々が言えない。でもさ、なんだろう、この世でさ、なんだろう、 G とかさ、あと100本の足がある虫さんとかさ、あんまりこの世で好かれてない虫の夢を見るとこれがなんか上がるっていうのは聞いた。でもそれを人に言うとダメなんだって。それを人に言っちゃうと実らなくなってしまうので、絶対に言っちゃいけないっていう。ね、夢の話楽しいね。夢の話楽しいね。
私まだねお家でこれ見たことないです。ジーを見たことないです。でもなんだろう、昔あの永遠に忘れられない夢とかもありますよ。永遠に忘れられない夢ありますよ。めっちゃねストーリー性あるからぜひ皆さんに聞いてほしい。あのまずすごい本当に映画みたいな話なんだけど、ゾンビがいる世界で私たちはサバイバルしてるんですよ、ゾンビから逃げるために。そうゾンビから逃げてるんですね。でいろんなところを走ったり、いろんなマンションとかいろんなお家に行ったりしてサバイバルしてて、でそれの中で4人ぐらいでメガネをかけてるショートカットの女の子と基本2人で行動してて、別の2人組と4人で行動してたりするんだけど、基本その子と行動してて、でめっちゃ逃げてるんですけど、なんかもうその間のこと覚えてないけど、もうクライマックスで2人で物置部屋みたいなところに逃げるんですね、ゾンビが来ないように。で結局まあゾンビが来てその部屋に、で私が噛まれちゃうんです、ゾンビに。わーって噛まれちゃうんですね。でもわーって感じじゃなかったかも、なんか泣きながらみたいな感じだった。でそのもう一人の基本一緒に行動してる女の子を逃がして、もう逃げてみたいな感じで、そうそういう感じで噛まれちゃうんだけど、なんか場面は一転してゾンビウイルスが消えましたみたいな、もうなんか農薬みたいな撒いてる人がいて、ゾンビウイルスが消えましたみたいな、どんどんもう人が普通に歩いてる世界になっちゃって、で私はでも噛まれてて、で噛まれて目を覚ましたらあれなんともないみたいになって、外に出てあれ普通に戻ってる、ニュースもやってるみたいになってから、また場面は一転して、場面は一転っていうか自分視点にそこからなって、車にその基本一緒に行動してた女の子が乗ってて、おーいって手を振ってる間にどんどんゾンビ化してくっていう。でこうやって行かないでってやってるその手がもうどんどんなんだろう、緑色紫色に変わってくっていう。でもうその子も私のこと気づかずに、確か助手席に乗ってて、その女の子が運転席に男の人、多分恋人が乗ってて、うわ行かないでみたいな感じで、でも気づかないままその車が通り過ぎて、私はそのままゾンビになるっていう。はい、こんな話をね、私は永遠に忘れません、この夢の話。そう、未だに忘れない。これは自分でも面白いことすぎてメモったし、はい、人にも話したし、そう平和な世界になって、あれ私はどうなったんだって思ってたら、思ってなんだろう、その謎めいたままいつも知ってる顔が来て、あっっていう希望を見出した瞬間に絶望に変わるみたいな。すごい、なんだろうな、私それに関してはすごいストーリー性があったから未だに忘れない。そう、確かにゾンビ映画を見すぎたのかな。いや見たことないけど、そんなに。そうでも寝てその夢から覚めた時にめっちゃ自分が泣いてて、
で泣いてたからもう泣きながらメールにメールじゃないメモにもうババババババって打った記憶がある。それが夢なのかはもう忘れたけど、泣いてたっていうのが夢なのかはもうわからないけど。はい、本当にねそういう感じですね。あとはなんか自分がなんか容疑にかけられてて何の容疑かわかんないけど、裁判で有罪ってなってカーンって裁判官がこうカーンってやるときに一緒になんか岩みたいなの、舌が岩みたいになっててその岩が崩れ落ちてわーって落ちる夢とか。あとはあとはなんだろう、覚えてる昔の夢、あとはなくなったわ。すごいもうこれは小学校とか中学校とかの話ですね。本当になんかこういう夢ばっか見てた。あ、待って、これに関してはすごい夢だからこそ言えることだけど、私月面着陸しました夢の中で。はい、月面着陸しましたよ。しっかり月に降り立って、何したんだっけな、なんか足跡がついてるみたいなことをやった記憶あるかも。月どうでした？そんなになんかその時なんか月についてめっちゃ調べてた時期だったから、もちろんその調べた知識のまま月に来て。そう、月面着陸したっていうのは覚えてるけど、どんな夢だったかも忘れちゃった。でも月面着陸した夢を見たことがある。はい、なんだろう、でもよくさ最近公演の MC とかで話題になってるマリナさんの寝てる時に目が開いてる事件あるじゃないですか。多分あれ私も目開けて寝るタイプで、私も目開けて寝ちゃうしプラス口も開いちゃうしっていう感じで。そう、マリナさんが目を開けて寝るっていう話を聞いた時に自分もそうだなって思っちゃって、でも私夢の中で寝言とかを言うタイプじゃなくて、なんか泣き言寝言じゃなくて、なんか子供の時とかめっちゃなんか涙をめっちゃ流してたらしくて、寝てるのに涙がめっちゃ流れたらしくて、なんか寝言ならぬ泣き言らしいです私。深い眠りになったらめっちゃ目開けちゃうタイプだから。そんなに私なんだろうな、なんて言えばいいの、常日頃から目を開けて寝てるかと言われるとそうではない。はい、目をねめっちゃ開けちゃうタイプではある。本当に子どもの時とか私お母さんに寝言言ってるって聞いた時に基本泣いてるよって言われて、泣いてる？と思って、なんでなんだろうね。あと目が開いてるよって言われて、口も開いてるよって言われたのがすごい印象的だったのと、そう、なんか夜中に私が起きた時にお母さんもパソコン触っててお仕事してて、で なんでやってるんだろうなと思って、でテレビもついてて、でそこに向かう時になんか
目の前が急に見えなくなって、でなんでだろうと思ったらめっちゃ泣いてたっていう記憶もあるし、めっちゃ何歳なんだろうあれ、保育園の時4歳とか5歳とか、寝言ってさ誰でも言うのかな、わかんない、今の私も寝言言うのかな、とにかくなんか泣いてたんだよね私、泣いてたんだよね私そうなんか泣き言をしてた、寝言ならぬ泣き言でした。保育園に悩みは多分ないよ保育園の私に悩みはありませんはい、劇場でまだ寝たことはあるけど、こうやって寝るいつも私、そう昼夜の間に寝たことはあるけど、基本私一回葵ちゃんに寝てるとこ取られた。でも私も基本誰かのコマとかみんなの寝顔を撮るタイプの人だったから、葵ちゃんに撮られたって思ったそう、あ撮られたって思って、そううつ伏せで横向くのが一番楽。あそうだ、柏崎の水球の試合用の時にマックスを歌わせていただいた時に、なあちゃんと一緒にもう2人で寝てて、なあちゃんのこと私撮ったし、なあちゃんも多分私のこと撮ってるはず、お互いが寝てる時にでアンナにも、そのアンナが前の席で私となあちゃんが隣で、なあちゃんと私が寝てる時にアンナが撮ってて、で私の結構寝顔が口が開いてて、目も頑張れば開いてるというか、これぐらいこれぐらいで寝てて、で寝てて、でしかも結構こうなってて、すごい寝顔が可愛くないねっていう話はアンナとした記憶があるこれはどうなんだろうっていう、アンナに送られてきて、なんだろうと思って見たら、で寝顔じゃんってなってでこれ可愛いって言われて、可愛くないでしょって私が言ったら、うんそうってうんそうって言われちゃって、うんっていう、なんかなんとも気まずい空間になってしまったけど、いやでも本当に思い出したら面白いよねああいう話あの時はねちょっと面白かったな、うんって言われて、確かにアンナの寝顔見たことないんだよね、アンナなんか寝顔もなんか美しそうだけどね、そんな変わらなそう、寝顔も寝顔が崩れるタイプじゃなさそう、なんか私はさなんか崩れそうなタイプじゃんなんかもう、でもアンナなんかそのまま目を閉じたみたいな感じの寝方しそう、あそうなんだ、そうでも私アンナの寝顔見たことない、ももちゃんはももちゃんは携帯をこう枕にして寝るあれ写真あるはず、多分私柏崎の花火見に行った時に席が隣で移動してたんだけど、ももちゃんが携帯をね、あ待って今スマホケースあるからやります、こうやって携帯をここに置いてこうやって寝てて、でマリナさんが携帯を枕にする子初めて見たって言っててそう、ももちゃんは携帯を枕にします、そう、
思い出した、それめっちゃ面白い。そうだもん。ももちゃんがさ、なんか寝返りを打つ時になんか起きてるのかなって見てて、あ、起きてないんだって思った。ももちゃんが寝てて、で私も寝てて、一緒に寝てて、私が先に目覚まして、横見たらももちゃんが寝てて、こっちを見て寝てたんですね、ももちゃんが。なんだけど、ちょうどその私が起きたタイミングで寝返りを打ってて、で、あ、じゃあももちゃんも起きてるよね、この顔はって思ったけど寝てた。なんか普通に目開いてるっていうか、なんか起きる瞬間の顔をしてた、うーんみたいな感じの。あ、でもコマはあのサマーソングセットリスト公演の昼夜の夜か夜の前にあのめっちゃここに後ついてて、もう出る直前まで後ついてて、どうなったんだろうあれ、めっちゃ気になるな。なんかコマがあの昼夜の間で寝てて、なんかイヤホンとかが多分あって、そのままこう寝ちゃってて、めっちゃなんかすごい後ついてて、なんかイヤホンのこういう跡とかがここについてて、そうそう、で撮って出し写真を結構15分前とかに撮るんだけど、その時もまだ未だについてて、あのコマこっち向くって言ってて、オッケーって言った会話があって、そう、それがねすごい、顔をここを隠すためにこうやってこっち向いてて、私がちょうどこっち側の人で、私が端にいたんだけど、コマが端に来て、いいよ私端行くよって言ったら、コマ後ついてるからこっち向くって言って、あ、オッケーオッケーオッケーっていう会話をした記憶ある。でもその後どうなったんだろうね。そうそうそう、でも私本当にあの撮って出し写真が好きすぎて、あのなんだっけ、昼の撮って出し写真がとにかく面白くて、サマーソングセットリスト公演の時のあの昼の4期の撮って出し写真がとにかく好きすぎて、そう、こっちをね、こっちだったんだよね確か、でコマこっち向くって言ってた記憶ある。そう、とにかく撮って出し写真の昼が好きすぎて、あの私たちが歌った楽曲が二人乗りの自転車だったんだけど、それに由来してこれをするっていう、もう大好き本当に。でみんなであの先輩方が先に写真を撮ってて、どんなポーズにするみたいになってて、誰かがあのこれやろうって言って、あ、いいねいいねみたいになって、みんなでこれしようって、もうあの瞬間が本当に好きすぎて、はい、なんて言えばいいんだ、なんだっけ、ネットミームというか、もう大好き本当に、あの私ああいうの本当に大好きで、あのバレるかバレないか程度のふざけが大好きで、なんか本当に好き本当に好き、私もうああいうの大好き。なんかかっこいい顔だけど、ちょっと私は可愛こぶったあの写真はい、本当にでもとにかく好きです、あの、誰が再現度高いんだろうな、めっちゃ好きなんだよねあの写真、本当に今思い出しても本当に好きだなって思う。確かに一人だけ可愛く思ってるやだ、いつもの公園の撮って出し写真もいつも、そう、いつも何かテーマがあります。だからなんだっけな、私の初日の日は
みんな猫ちゃんをやってくれて、で夜はハンバーガーの日だったからハンバーガーを食べてたりとかいっぱいありました。あのなーちゃんの初日はなんか磯丸だから丸みたいな、そうそうそう。あゆの初日はズッキュンをするとか、コモの初日はコマッチャーやるとか、なんかねもうその日その日で全然違う、何のポーズしようってなる。48分だ。もう48分なのか。そろそろだね。こまちゃん角度気にしてそう。本当にそう。本当にそうなんだと思う。とにかくこまはここを見せたくなくて。そうそうそう。うん。あとは何だろう。あとは何だろう。あでも取って出しの瞬間が一番楽しい。ああ初めての方ありがとうございます。私も生誕祭が初めてだからどんな感じなんだろうって思いながら頑張ります。めっちゃ楽しみなんだよね。とにかく21は皆さん来てほしい。来てください。来てください。そうこれも これもできるので、頑張った。ここが好き。2番っていうか落ちサビが終わってからのグートラークを君にが好きですね。とにかくそれを覚えることが生誕祭って思ってたから、そう。まだ立ち位置がねうまく入ってないので振りだけしか入ってないけど、とにかく頑張ります。とにかく頑張ります。はい。でもすごい本当に楽しみ。21日が楽しみっていうか、その日のステージに立てることが本当に幸せっていうか、そう。とにかくその日が楽しみ。88番の席にバックレスお願いします。8番でも確かに88か8 考えてみます。でもぜひ皆さん本当に21来てね、来てね、来てね。ご応募はこちらから。はい。初めての生誕祭に参加させていただくので、おぼえさんを皆さんでお祝いしましょう。あぶないいね。今ちょっと動体視力が良かった、良すぎた。私の動体視力本当に動体視力が良かった。私今怖いな。今日いいこと起こりそう、この動体視力があるおかげで。じゃんじゃか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 じゃんじゃんかじゃ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 んじゃんじゃか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 じゃん。
じゃんかじゃ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 んやばいな、最近また法定速度にハマってるんだよね。めっちゃ楽しかったんだよね。めっちゃ楽しい。なんかね、アイソレがめっちゃ使われるんだけど、なんだろうな、アイソレが上手い人はすごい上手にできるけど、アイソレが苦手な人は全然できないっていう、なんだろう、難しいダンスの楽曲なんだけど、私はここのアイソレがすごく好きだから踊ってて、なんだろう、得意下手っていうか、とにかく好きだった。なんだっけ、ダダダンダダダンダダダンダダダダンみたいな、なんかね、そう、一回取っちゃうやるんだよね、この時に。取っちゃうみたいなただこうしてるだけじゃなくて、一回取っちゃうをやってから、そう、小栗結衣さんのセンター楽曲だから、ちゃんと取っちゃうを使うんですよ。大人になる前にのつぐつぐとかと一緒ですね。でもいいよね、なんだろう、私はそういうもの持ってないからさ、すごい特徴的なあだ名を持ってて、みんなに覚えやすい、覚えていただくために大切なあだ名は持ってるけど、なんだろう、自分の特徴的なものがないからキャッチフレーズに、コマだったら困っちゃうとかがあるのに、私はないので、作っていかなきゃいけないんだろうなって思うけど、ないよね。スベイチって見えるな確かにな、もう一番とかにしちゃおうすごい、なんかそうだよね、そうやってさ、なんだろうな、悲しかった過去も笑いに変えていく、この私のポジティブさをモットーにあ、56分になったら男女読みします。渚で一番滑るがもうめっちゃ恥ずかしいんだけど、そう、そういう感じだったんだよね、本当に。なんか渚で一番可愛いガールならぬ、劇場で一番可愛いガールを見つけましたか、シーン、イエーイでもね、すごい、なんだろう、ここをね、木にたくさん学んでいかなきゃいけないと頑張ります、本当に。あ、もうカウントダウンするか、5、4、3、2、1、誕生日しまーす誰よりも劇場静かにできるのも才能だよなんかいらない才能だよね、それってさ、もう本当に嫌なんだけど。じゃあ話聞いてほしい時は私が喋ればいいってことですもんねあー、自分で言ってて情けない。はい、じゃあ壇上見します。13位清和さん、ありがとうございます。12位和久さん、ありがとうございます。11位ケオさん、ありがとうございます。10位かんちゃん、ありがとうございます。9位まさひろさん、ありがとうございます。8位なおくん、ありがとうございます。7位ビルバラさん、ありがとうございます。6位ゆうくん、ありがとうございます。5位オクタゴンさん、ありがとうございます。4位カツさん、ありがとうございます。3位松尾さん、ありがとうございます。2位山ちゃん、ありがとうございます。そして1位はカオさん、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。いや、朝配信楽しいね、すごい、なんだろう、ゆったり始まる感じが素敵
じゃあ今日はお話し会、オンラインお話し会待ってるので、また今ショールーム、そうだね、また明日は何時になるんだろうかわからないけど、明日も配信させていただくのでよろしくね。また後で会う方はまた後で会いましょう。じゃあメールを送れる時間にもうちょっとでなるので、メールも送ります、頑張ります。またね、本当に、ま、待って、8時1分までやるって言ったからそれまで話そう。みんなでもバイバイって言っちゃってるしね、お疲れって言っちゃってるけど、どうしよう、お互い仕事頑張り、頑張ってください。本当に私はもう皆さんと話せる今日をめっちゃ楽しみにしてたので、公演にもねまた出られるっていう話とかもぜひしたいし、なんだろう、何を話そう、とにかく皆さんの前回聞けなかった話とか本当にいっぱいあるから、ぜひ皆さん、もう前回は私が話しすぎてたから、あの今回聞く側に呈して、もうしっかりうんうんって、あのなんだろう、面接のように聞かせていただこうかな。ちょっとそれは楽しくないよね。うんうんって、本当に話しすぎなんですよね私。毎回なんか普通さ3秒前とかになったらさ、あーもう時間だねで終わるはずなのに、私3秒2秒のギリギリまで話して、なんかあっちがバイバイって言ってきて、あバイバイブツンみたいになっちゃって、なんかすごい申し訳なくなるんですね。みんなそう、なんか私が時間がさカウントダウンされてて、もちろん時間について見れる、私も見れるのに見ないの、自分でも分かってる、見ないんですねその時間を。だからめっちゃ話の途中で終わっちゃったんですよ、いろんな方、前回来てくださった方。そう、あの本当に私本当に時間を見なきゃいけない、逆に私が見なきゃいけない人なのに、そうなんかねすごい、ああ話の途中で終わっちゃった、ああまた話の途中で終わっちゃった、ああまた話の途中で終わっちゃったって5回ぐらい後悔した記憶あるから。バイバイも言えずに終わった方とかめっちゃいっぱいいらっしゃって、あバイバイ言うの忘れたとか、そう私が話してる途中でもう切れちゃって、あと30秒追加でとか、逆に私が話したいぐらいだから。でオフラインも来週か、早いね。そうそうなんです、本当になんか話しすぎちゃうから。とにかく今回は話をしっかり聞いて頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。全然それでいいよ。まあいっか、でも話しすぎも私のチャームポイント、チャームポイントではないか、あのなんていうの、チャームポイント、チャームポイントではないか。待って、8時1分だ。じゃあ今度こそ切ります。ありがとね見てくれて、またね、オフラインじゃなくてオンライン楽しみにしてます、またね、ありがとね本当に、またね。これもオーバーしたし、またね、ありがとう。じゃあオンライン待ってます、またね、またねー。